すぐにオーブを回収するから、お前は邪魔が入らないよ。間違いない、確かこの辺りに。ない。バカな、なんでないんだ。この場所を知っているのは俺と、まさかデクの野郎、オーブを持ち逃げしやがった。くそ、デクの野郎、見つけ出して締め上げてやれ。お前にもあいつを探すの手伝ってもらう。この先に俺たちが昔ねぐらにしていた下宿がある。2階建ての建物だからすぐに分かるはずだ。いいな、全く変わってないぜ。ここは俺とデクが盗賊。おい、オカミ、オカミはいないか。オカミは留守か。弱ったな。あの人ならデクの、まあ焦ったところで仕方がないか。お前は町の東側にある日の宮蔵からオカミを探してくれ。オカミは見ればすぐに分かるぜ。この辺じゃただ一人の赤髪だからな。俺は別の。赤髪のおばちゃんが、よう、おかみ。ん？いらっしゃいまし。今日はおと、あんたまさか、カミュちゃんかい？城の連中に。城下町を騒がせてる脱獄衆ってのは、どうやら訳ありみたいだね。やれやれ、相変わ。そう言うなよ。あんたに迷惑はかけない。デクの野郎を探してるんだ。どこに。大山、懐かしい名前だこと。なんでも城下町のお城の近くで店を始めて、ずいぶんと忙しくしてるらしいよ。羽振りが良くて結構。おいおい、店を始めるったって。あ、いや待てよ、まさかオーブを。おっと、
他人の事情には首を突っ込まないのがこの町のルールだ。これ以上。そうだな。礼を言うぜ、女将。デカが城下町で店をやってるだと？あの野郎、俺とオーブを売りやがったんだ。し、城下町はあの門を越えた先だ。邪魔な門。そういえばあの門は犬に弱いんだっけか。なら誰かに犬を借りて突破しようぜ。目指すは城下。止まれ。ここから先はデルカダール王国の民が住まう町。おい、やったな。今のうちだ。城下町の。
かなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱ってる品はどれも全部一流。じゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。あ、兄貴久しぶりだな、デク。兄貴、タミューの兄貴、お化けじゃない本物の兄貴だ。おい、ひっつくな、離れろ。ねえ、ったく調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを売った金で始め。裏切るわけないよ、兄貴のことは一日だって忘れたことなかったよ。は？俺を助けるため？なんだそれ。だいたい元と私、盗みの才能はいまいちだったけど商売の才能はあったみたいよ。兄貴が捕まって何とか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。だから私、オーブを拾ったと嘘ついて王様にオーブを返したのよ。それでもらっ商売で稼いだ金は城の兵士にばらまいて、兄貴が早く出てこられるよう裏から手を回したってわけ。はあ、牢の床にでかい穴を開けても見つからなかったのはそのせいか。妙に監視が緩くて。でしょでしょ、きっと私の渡した賄賂が。分かったよ、だがって。兄貴、分かってくれて嬉しいよ。けどな、これでオーブは行方知れずか。それなら大丈夫。どうしたんだよデク。私、国にオーブを返した後も人を使ってオーブの行方ずっと追って、オーブはグレイグ将軍が南のデルカダール神殿に移して厳重に守…デルカダール神殿だって。うん、確かデルカダール神殿はここから南東、お前の住んでた石とかいう村も多分同じ方角だな。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダールし、残念だけど行けないよ、商売始め。そういやお前は昔から商売やりたいってよく言ってたもんな。分かったよ、嫁さんを。それじゃあ足がつかないうちに出発するか、デク。兄貴も元気でね。あと連れの人も、私の分も兄貴のことを。南門は兵士だらけで突破は無理だな。グレイグの部下が相手じゃ賄賂を握らせてって。仕方ない、遠回りになるが、ベルカダールの丘の南の裏道を抜けてついでに石の村にも寄っていこう。というわけで兄貴、あっちから行くって。あの先に広がるナプガーナ密林は迷い込んだら二度と出られ。噂に聞く秘境、ナプガーナ密林か。
たか。いや、見当たらん。もう、あの明かりの数、ずいぶん人を出していやがるな。ほとぼりが冷めるまでベルカダールには近づかない方が良さそうだ。今のうちにこの先にあるナプガーナ密林を抜けて。よっしゃ。やるじゃねえか。俺たちの勝ちだ。おととい来やがれ。おととい来やがれ。